株式会社婦女会社は、かつて存在した、日本の出版社である。婦人雑誌、婦女会を、同文館から引き継ぎ、編集発行したことで知られる。婦女会境遇物語号。婦女会、復刊2周年記念新年特大号。萩吉一、萩元子夫妻による婦人の友社にいた、戸川龍が、同文館が、編集発行していた、婦人雑誌。 不助会の権利の譲渡を受け、1912年11月28日に設立。不助会は、1913年1月発行の第7巻第1号から同社が編集発行を開始した。1920年には母の友を創刊している。1922年3月18日には、同社社主の戸川、画家の岡本一平と共に、 世界一周の旅に出発、その様子を同年、世界一周名所写真調創立十周年記念、として出版する。設立時の所在地は不明だが、1923年に、落成した麹町区永楽町一丁目一番地の丸の内ビルジング355号に入居している。戦後、衆議院議員になる、倉石忠夫が1920年代に入社しており、 トガの次女と結婚し、後に、常務取締役に就任している。1930年代には、麹町区9段四丁目13番地に移転している。第二次世界大戦中の1943年3月、不助会の休館を余儀なくされたが、同大戦終結後の1948年1月、編集発行を再開する。 1950年7月26日に行われた第8回国会用クライン委員会での宮越、木助議員の指摘によれば、当時の財団法人交通公社は、前年に、扶助会社に対して4000万円に上る融資をしていたとのことであり、この頃には、同社は、扶助会新社と解消、同年1月発行の第38巻第1号は、 復刊2周年記念新年特大号と銘打ったが、同年内には、再度休刊してしまった。婦女会は、1952年、主婦の友社出身の西村国子による、同社とは別組織の婦女会出版社が再復刊したが、同年11月には休刊している。1953年発行の、文芸年間1953年版には、新婦女会社は、 トガリューを代表とし、新婦女会を発行し、渋谷区代々木線だが4四丁目713番地に、社を構えている、胸の表記がある。婦女会社並びに、婦女会新社のその後の活動は不明であるが、同社の観光物は、大空社が、電気、棚橋綾子都人を1989年に、越えてきた道を1992年に、 南方地名辞典を2007年に、女性モード者が、正しい化粧と着付けを1997年に、それぞれ復刻されている。国立国会図書館蔵書を中心とした定期刊行物、書籍の一覧である。ありがとうございます。